はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース最新はなんといってもシャンクスが強すぎるし、かっこよすぎますよね。なんかもう人柄にもますます深みが出ましたし、さらに強さというのがあまりにも規格外で、作中ナンバーワンと言ってももう過言ではないのではないでしょうか。そしてさらにですね、よくよく考えていくと、今回のシャンクスの描かれ方を見るとですね、今まで明かされてきたシャンクスのいろんな違和感というのもある程度解消されると思うんですよね。それとかかっこよさに深みが出るとかですね、そういった部分が多々あるんですね。なのでこの辺はちょっと話していきたいと思います。もうね、本当に人格者というか、その人間がまずできてますよね。海賊だけど麦わらの一味みたいにめちゃくちゃいいやつなわけじゃないですか。で、あの強さっていうのはもう規格外で、さっき言ったようにナンバーワンだと思うんですけども、懸賞金は40億4890万ベリーですよね。カイドウとかリンリンに比べると低いんですね。しかし強さだけで言うとそれ以上のものがあると思うので、ここはですね、やっぱり政府への危険度がさっき言った2人よりも低いがためにその懸賞金になってるのかもしれません。実力だけで言うともっとね、50億60億あってもいいかもしれないんですけども、民間人に手を出さないとかね、世界政府に直接危害を加えそうにないということから、まあ、40億ぐらいで落ち着いているということなのかもしれないですよね。あんまりにもかっこいいですね。ということで今回ですね、今だからわかるシャンクスの行動の数々をちょっと話していきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、まずはですね、シャンクスの見聞色というのがめちゃくちゃすごかったですよね。キッドのダムドパンクを察知して、それを撃たれると傘下の海賊団たちがやられるから、まあ、先にカムサリを撃ったという、そういう形でした。で、この見聞色がめちゃくちゃ長けている、まあ、肩くりもですね長けてたんですけども、それ以上のものを多分持ってますよね。そう考えると納得のいくのがまず金塊の主のところですね。第1話、金塊の主にルフィが食べられそうなところをシャンクスがですね、左腕一本を犠牲にして守りました。あれはやっぱりですね、見聞色でそのルフィが死んでしまうという最悪の出来事というのを頭の中で未来を見てしまったからこそ助けたのではないでしょうか。だからこそ安いもんだ、腕の一本くらいと言ったのかもしれません。この一本の犠牲がなければお前は死んでたから安いもんなんだよということだと思います。そして思ったのが、これってシャンクスがその未来を見た時に、もしかするとルフィが単に食べられると、それだけじゃないことを頭の中に描いた可能性すらあるんじゃないでしょうか。例えばまだこれはちょっと考えにくいんですけども、ルフィという一人の少年が亡くなることで世界中に何かが起こってしまうと、それは頭の中で見てしまったとか、またそれを見たからこそシャンクスというのはルフィにジョイボーイの可能性を感じて、そのジョイボーイの再来を生かすことができるのであれば、腕の一本ぐらい犠牲としては安いもんだというふうに言ったのかもしれません。まあしかし、あの腕がなくなるストーリーというのは、当時の編集者さんが小田先生にアドバイスをして、こういう展開をね、こう入れたらいいんじゃないかということで生み出されたシャンクスの腕の犠牲ですので、そこまではね、最初から考えられてたとは思わないんですけども、今ジョイボーイとかですね、ニカとかそういったものが出てきた段階では、小田先生はそこをうまく使ってこういうストーリーを組み込んでですね、めちゃくちゃ面白い展開というのが描かれる可能性というのは大きいんじゃないかと思います。またこちらも深みを増すんですね。それがマリンフォード頂上決戦での勇気ある数秒です。このですね、勇猛果敢に説得しようとするコビーをマグマグの実の攻撃からですね、シャンクスがこう突然守ってくれて、お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は世界の運命を大きく変えたと、こういうことを言ってましたけれども、これってですね、見聞色で少し先が見えるシャンクスですね。そのシャンクスというのは今までもそういった機会というのがたくさんあったと思うんですよね。今回ダムドパンクを数秒見て防いだわけなんですけども、シャンクスも今までの冒険の中で少し先の未来を見て、その数秒を変えることで自分で未来を切り開く、軌道をずらすということで、その数秒で世界を変えてきたからこその言葉とも取れるじゃないですか。コビーがやった数秒というのはたったの数秒だけれども、その数秒で俺はいろんな未来を変えてきたという、そういう風にも言えますよね。また最新話でちょっと繋がったのは、赤髪海賊団の傘下というのは、まあ弱いことで有名なんですよね。強い傘下を別につけているわけではないということが分かりました。で、これってまさになんかもうシャンクスらしいですよね。シャンクスが第1話で言ってましたよね。どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さないと。なんかもうここの言葉をそっくりそのまま傘下に置き換えた感じもしますし、ルフィも言ってましたよね。俺には強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるからという、まあそのあたりの強いチームを作りたいわけではなくて、楽しい冒険をしたいというのを感じさせますよね。で、このね、弱いことが有名な傘下というところでまた繋がってくるのが、今までの赤髪海賊団でよく言われているシャンクスの移動速度ですね。その謎っていうのは繋がってくるのではないでしょうか。例えば頂上決戦の時も、その前の日というのは新世界でカイドウと小競り合いをしていたのに、シャンクスは次の日にもうマリンフォード頂上決戦、そこに来てしまってるんですね。それとかマリージョアの五老星の部屋に謁見に行ったりとか、ある荒廃した島に扉絵で行ったりとか、まあいろんな描写が描かれるわけなんですけども、移動速度がちょっとおかしいんじゃないかとよく言われるわけなんです。でも逆に言えば、その移動速度が
があるからこそ弱い海賊団を守れてるということでもありますよね。弱い海賊団っていうのは世界各地に散らばってると思われるんですが、弱いのでやられてしまうわけなんですよ。でも赤髪海賊団シャンクスというのはそれらを傘下にしてるということは、その傘下を今でもずっと守れてるというふうにも言えますよね。つまりその弱い傘下がやられてもシャンクスはすぐに行くことができると、そういうことなのではないでしょうか。まあ、さっき言ったね、扉絵である荒廃した島の結婚式に行ってるというのも、もしかするとそれも傘下であって、シャンクスというのは傘下をめちゃくちゃ大事にしてるし、いつでもどこでも駆けつけることができますよということを表している一部なのかもしれません。まあしかしそうなってくると、バルトロメオがあの旗を燃やした島、あそこにね駆けつけなかったのはなんでだろうとは思うんですけども、そこすらも今後うまいことつながっていく可能性ありますよね。また今回のシャンクスのものすごい見聞色を見て思ったのが、なぜあれほどの見聞色使いのシャンクスが黒ひげに傷をつけられたかなんですね。ここも新たな理由が出てきそうですよね。しかもシャンクスというのは黒ひげに対して油断はしてなかったと言ってるんです。今回のようにシャンクスが数秒先の未来を見ることができたとしたら、黒ひげがやろうとしていたことも分かったと思うんですけども、避けれずに傷を3本残されてるということは、これ逆に考えれば黒ひげももしかすると見聞殺しができるのではないでしょうか。見聞殺しというのはワンピースフィルムレッドの、まあ、来場者特典の40億巻で分かったんですけど、気配のコントロール、未来を見せないことなんですよね。でシャンクスがこれができるんですけども、一方で黒ひげもこれができると、そういうことなのではないでしょうか。黒ひげが気配のコントロールであったり未来を見せないことができるのであれば、油断していなかったシャンクスにあの傷を負わせることは可能ですよね。もちろんシャンクスは油断してなかったので、黒ひげはその見聞殺しができるということをひた隠しにしてずっと冒険を進めていたんでしょうかね。まあその見聞殺しというのがもしかすると体が異形だったり黒ひげの種族みたいなものに関係している可能性すらありますよね。はい、いかがでしょうか。シャンクスが強すぎる、まあ見聞色がすごすぎるというのを考えると、一方ではこういう謎というものも生まれてくるというところでした。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。このチャンネルは世界一ワンピースを楽しもうコンセプトに動画作りをしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それではどうも最後までありがとうございました。ありがとう。